トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。2月25日金曜日の朝です。今日の富士山です。昨日は曇っていて富士山が見えなかったんですけども、今日は綺麗な富士山が見えます。もう山ひだもはっきり見えますね。今日の空模様です。日の出の方角から南の方へカメラを回してます。今日はいい天気、風は弱い北風、空には雲一つない、快晴です。素晴らしいですね。今日の急斜の気温は氷点下。この氷点下の気温も今シーズン今日が最後になりそうな気配の予報が出てます。これから鳩を追い出して射外開始です。飛び始めた鳩たちです。さっと上空に上がって急斜の周りをぐるぐる旋回を始めてます。今日の飛んでいる位置はいつもよりも少し高め、場所も少し離れたところですね。射外開始時の飛び出しはここ数日で一番いいですね。上空に上がって急斜の少し離れたところを大きく旋回しています。飛んでいるスピードも普通ですね。このくらいの飛びをしてくれると少しは良くなってきたのかなっていう感触になります。あとはこの飛翔時間、少しでも長く継続してほしいなと思います。ちょっと今日はいいところが見えてきた鳩たちです。今日は鳩やる気あるのかなと思って見てたんですけども、最初飛び上がってから15分ぐらいで降りてきちゃいました。その後は飛んだり降りたりの繰り返しです。飛び上がっても5分間ぐらいですかね。急斜の屋根の上で遊んでいて、気が向いたら飛び上がってまた降りてきてということを繰り返してます。昨日と違って最初の15分間の飛び方がちょっと良くなりましたね。少し嬉しくなりました。もうずっとなんとなくこう鳥が元気なかったんですけども、やっとここに来て普通の状態に戻ってきたのかなっていう感じですね。300レースが終わってから1週間ですよね。1週間経ってやっと鳥の状態が戻ってきました。なんか今年の鳥の状態の戻り方って随分遅いなっていう、そんな感触です。やっぱり体力がないんですかね。飛ばし込みが足りなかったのかな。40分以上ずっと飛んでたし、1時間という時もあったし、そこそこ社外時間としては蓄積累計としては確保できたんじゃないかなと思ってたんですけども、どうも体力のこう回復の度合いが遅いみたいです。この辺がこの間の300でガサッと来ちゃったっていう理由の一つかもしれないですね。出社してから90分経ちましたので呼び込んで今餌をあげてます。今日多摩中央連合会の500キロオリジナルレースの登録の締め切り日ですけども、昨日、全厩舎から連絡が入りまして、多摩中央連合会500キロオリジナルは参加10厩舎、参加数は211羽になりました。300キロが354羽でしたから、それに対して6割の参加登録ですね。300でやめちゃった鳩もあったりして、300キロの期間発数よりも若干少なめの登録発数になりました。明日は連盟の申し込み締め切り日、ナンバーの参加登録になりますか。明日の役員会が楽しみです。本日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。